Ja, ich habe sie noch gar nicht benutzt. Mal gucken. あ、キリト君ではないか。昨夜さん、どうしたんだ？一人で街を歩いてるなんて珍しいな。私だってたまには羽を伸ばしたいのだよ。時にキリト君、今時間はあるかね？まあ、特に予定はないわ。それはよかった。では、この町の案内を頼めないだろうか。この町を？それなら俺より咲夜さんの方がよく知ってるくらいじゃ。そういうことを言うのは野暮というものだよ、キリト君。女性の頼みは快く引き受けておくものだぞ。え？ほら、返事は？わかったよ。そうか、ありがとう。ではよろしく頼む。それじゃあとりあえず。お待たせ。どうぞ、咲夜さん。ああ、ありがとう。これはクレープだな。フルーツが中に入っているようだが、現実にはないものだな。スバルト・アルブヘイム限定のフルーツらしいんだ。ほう、ではいただこうか。どうかな。いちごのような甘酸っぱいフルーツが生クリームとよく合う。気に入ってくれたようでよかったよ。このクレープリーファがよく食べててさ、俺もたまに買ってやってるんだ。そういえばリーファとはリアルで兄弟だと本人から聞いたよ。その様子だと随分と仲がいいんだな。彼女最近は君のことばかり話しているよ。そうなのか。一緒に攻略した話や街で起こった出来事を、それはそれは事細かにな。自分の知らないところで話題にされるとむずがゆいな。あんなに妹に慕われてキリト君は過保者だな。ああ、そうだ。案内してくれたお礼をしなくてはいけないな。あ、そんな、いいよ。大したことをしたわけじゃないし。いいや、それでは私の気が済まないのだ。貸し借りの問題ではなく、気持ちの問題だよ。いきなり聞かれてもすぐに答えることはできないか。では何か思いついたら声をかけてくれ。最大限礼を尽くそうじゃないか。大げさだな。でもありがとう。無論。ん？何も用がなくてもいつでも声をかけてくれて構わんのだがな。咲夜さん。咲夜さんの手が首筋に、というか顔が近い。どうしたのだ？そんなに構えなくても良いではないか。それ緊張しているとか。あの
冗談だ。君が面白い反応をするのでついからかってしまった。びっくりした。離れてくれてよかった。ああ、もうこんな時間か。そろそろ戻るとするか。ちょっとした息抜きのつもりが、君と話していたらつい長居してしまったな。また近いうちに道案内を頼むかもしれん。その時もまた心よく承諾してくれることを期待するよ。なかなか有意義な時間を過ごせたよ。ありがとう、キリト君。ではな。行ってしまった。とりあえず楽しんでもらえたみたいでよかったかな。Ne, konkurrieren die beiden, wirklich. Ich bin gleich bei dir, ne? Mal kurz. Wo will ich denn da hin? Ich hab ein paar Mal zu früh gedrückt. Ist euch das auch aufgefallen? Furchtbar. Ich könnte das jetzt natürlich nochmal machen und es einfach nochmal wiederholen. Dann könnte ich das einfach nochmal hören. Aber ich muss jetzt. Ich hoffe, ihr macht bei eurem Spielstand so einen Fehler nicht. Und so rechts so ein extra Fältchen. Das wär's doch. Aber so ist auch nicht schlecht. Gehst einfach mit dem Charakter, den du am höchsten gelevelt hast, einfach da rein. Passt ihm vielleicht ein anderes Aussehen und dann... Okay, jetzt habe ich die Wahl. Strea oder Argo? Argo ist unsere Informantin, das bedeutet, wir machen zuerst... Lol. Habt ihr das gesehen? So, eba, Strea ni wa Filia no koto wa chanto shoukai shite nakatta yo na. Sore ja, aratamete jiko shoukai shiyou ka. Watashi, Filia tte iu no. Yoroshiku ne. Yoroshiku ne. Ja, tsugi wa watashi no ban da ne.ちょ、ストレア、なんで今腕組むんだ。あたしはストレアだよ。よろしくね、フィリア。よろしく。おい、自己紹介するのに、この体勢の意味あるのか。ダメなの？急にギューってしたくなっちゃったんだもん。ことなんだ。私アスナに言いつけてくる。ちょっと待ってくれ。ストレアのことを勘違いしてないか。キリトの愛人じゃないの？愛人って愛する人ってことだよね。わーい、嬉しいな。話がこじれていく。言っておくけど、ストレアはナビゲーションピクシーなんだよ。
ちの心を癒すのが私の仕事だったんだよ。だからフィリアも何か困ったことがあったら言ってね。私がこんな風に癒してあげるから。え、ちょっと。ぎゃーん。わあ、苦しい。いきなり何なの。これがストレア流の癒し方だそうだ。キリトにもよくこういう風にやってあげてるんだよ。また勘違いされそうな言い方を。さすがにもう勘違いしないよ。これだけ一方的なのが分かればね。それはよかった。よくないよ。これで十分癒せたかな。またね、フィリア。え、ちょっと。言っちゃった。まあ、ストレアも悪気はないんだ。仲良くしてやってくれ。うん、分かったよ。確かに悪い子じゃないみたいだしね。Ganz ehrlich, selbst wenn man ja sagen würde, ich meine, das sicher, klar, warum nicht? Aber ganz ehrlich, also ich meine jetzt hier, ich beziehe mich jetzt auf die, eine Umarmung gefällig, die Eröffnung. So, ich muss an der Stelle einfach mal sagen, ich hätte damit wirklich kein Problem. Andererseits würde ich meine Freundin, das wäre ja dann Asna, nicht eifersüchtig machen oder die anderen Mädels und dann gelüncht werden oder sowas. Das wäre nicht so cool. Boah, wenn ich jetzt mit Argo geschnackt habe, dann würde ich mal sagen, gehen wir in den ersten Dungeon rein oder gehe ich zu dem Gerät. Ich glaube, ich lade schon den ersten Dungeon, ne? よーキーボー、ちょうどいいところに来たな。アルゴか。待ち構えていたように見えたのは俺だけか。ああ、キーボーだけだろ。即答か。というか、アルゴから話しかけてくるなんて珍しいな。今日は予定がないのか。いや、今からクエストの検証に行くところなんだ。へえ、スバルト・アルブヘイム版クエスト攻略本の作成は順調なのか。シャムロックがそこら中のクエを総なめにしちまってるからな。キーボーからもらった情報を合わせてもそこそこってところだよ。そんなことより、今から挑戦するクエストに付き合ってくれないか。アルゴが俺に頼み事なんて怪しくないか。何のことだろうな。お姉さんが困ってたら助けてくれるのは当然じゃないのか。いや、何のことだろうな。真似するなよ。つい。しかし残念だな。今から挑戦するクエは結構報酬がいいのにな。何？手伝ってくれたら折半してやろうと思ってたけど、そんなにやりたくないんなら強要はできないな。怪しい、すごく怪しい。報酬を折半っていうのはアルゴのことだからちゃんと守るだろう。
ここでアルゴに恩を売っておくのも悪くない。よし、ここは乗ってみるか。わかった、そのクエストを手伝うよ。さすがキーボー、話がわかるじゃないか。そうと決まれば早速挑戦しに行くぞ。ああ、これであと一つだな。なんだ、ただのお使いクエストじゃないか。これだったらアルゴ一人でもよかったんじゃないか。そんなことはないぞ、キーボーがいてくれてすごく助かってるな。やけにしらしらしいんだよな。何か隠してることでもあるのか。なんだよ、疑いの目でこっちを見るなよ。まあいいか、もうすぐクエストは終わりだしな。最後の一つは、あいつだな。あっけなく見つかって拍子抜けだな。さっさと捕獲して町に戻るか。どうしたんだアルゴ。しかし、なんとかしろって言われても。ストレージにでもぶち込んでおけ。いや、こいつはアイテムじゃないから無理だろ。別に攻撃してくるわけでもないし、このまま抱えてたって何の問題も。いや待てよ、犬か。なるほど、そういうわけか。ああ、そういえばそうだったな。なんだよ、一人で悟ったような顔して。アルゴ、確か犬苦手だったよな。だからこの超簡単なクエストに俺を呼んだのか。やっと納得がいったよ。それならそうと早く言ってくれればいいのに。ものはダメなんだよ。ついに開き直ったな。まったく、こんなに毛嫌いすることないのにな。お前もそう思うだろ。お前らなんで分かり合ってるんだよ。そうだ、これを機に犬嫌いを克服するっていうのはどうだ。そればっかりは無理だ。俺ちにそんなスキルは備わってないんだからな。そんなこと言うなよ。こんなに可愛いのに嫌いなままなんてもったいないぞ。ほら、手始めにこいつを抱いてあげてくれよ。来るな。やっぱりそいつはこの場で捨ておけ。それじゃあクエストはどうするんだ。言ってることめちゃくちゃだぞ。もうお使いの品は全部揃ったんだ。早くクエを終わらせるぞ。逃げ足早すぎだろ。しょうがない、俺たちも帰るか。キーボーのおかげで散々な目にあったよ。無事にクエストクリアできてよかったじゃないか。これのどこが無事なんだ。寿命が何年か縮まったぞ。しかし残念だったな。俺としてはもうちょっとあの子犬と戯れてもよかったんだけど。あのふさふさの毛並みを心ゆくまで堪能したかったな。
ぶ気がするだろう。冗談だよ。しかし俺っちの弱みだけ握られてるのは尺だな。こうなったらキーボーの秘密も暴いてやるしかないな。安心しろ、ゲットした情報はお姉さんの笑いのネタにしかしないからな。ああ恐ろしい捨て台詞を吐いて去っていったな。冗談だとは思うけど、あ、いや、アルゴクラスの情報屋となればやってのけることは可能だ。とにかくこれからは身辺には気をつけなくては。Okay. Gehe ich jetzt zu dem Typen da in dem Geschäft und schließe die Quest ab? Gucken. Perfekt. Dass sie Angst vor einem kleinen, süßen Welpen hat. 10 Jahre ihres Lebens. Boah, was? So kleinen, süßen Welpen, der keinem was antut. Wieso hat er so eine Schrift? Okay, ich habe gespeichert. Für den Fall, dass es schief geht, könnte ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Es geht dann in der nächsten Folge definitiv weiter.